はい、えー、今日も講義を始めたいと思います。えーまあね、僕もこの大学の教授になりまして、えー、もう長いです、正直ね。えーまあ、こうやって皆さんの前で喋らせてもらうということが、まあ、ある種日常になっておるというところでございます。この教授の授業はも出席したらもうそれ単位取れるからまああの。普通に考えたらね、この人数、まあ、300人以上いますか。 ああの皆さんの前でこう喋るということはあ、なかなか大変なものなんですが。雑談も思うんだよな、<ー>この先生。まあ僕もね、教授になりたての頃は緊張したもんですよ、本当にね。うん あの、こう、今日は何を喋る、これを喋ろうと決めたことが、皆さんの前に立った瞬間、パーっともう頭真っ白になって、何も出てこないなんてことはもう若い頃よくありましたけども、今はもうそんなこともなくね、もう日常のようにベラベラこと当たり前喋ってます。うー、ま、どれぐらいね、頭真っ白になるかっていうのは皆さんももうこれ、言葉じゃわからないと思いますよ。うん。ま、大勢の前に立ったことがある人はわかるとは思いますけどね。ええー。 まあそうだね。雑談なんかのね。うん。あ君。君。はい。はい。どうぞどうぞ。はい。はい、立って。ま、前に立って。はいはいはい。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 喋ってみなさい。え喋って。 ええ、な、何しゃべってんです まあこんな感じでね、ほんと頭真っ白になったもんですよ。うん、ほんまにあのー、もう,もうすごいね、プレッシャーでみんなが見てるということで、うわーってなってね、まあこんな僕は泣いてはないよ。うん、ここまでではないけども、おそれぐらい緊張したということです。うー、まあなのでね、えー、まあすっかりもうそういうこともなくなった僕の授業ということで安心して、え聞いていただけると思います。はい。教科書36ページから。 大勢の前でこの実際に喋るというのと、このカメラの前で喋るというのは全然違うもんやね。うん。まあ、ただ、まあまあ、僕にとったらカメラがあろうがなかろうが、人がおろうが、おらなかろうが、あ一緒です。うん。淡々と、この YouTube で僕の学んできたことを語り尽くしたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。ぜひ、読んでください。 どうも、ベテランヤンキーです。どうも、小学生です。僕たち、共通点がないように見えてあるんです。一つだけ。僕たち、ネタ,ネタサロン会員です。みんな、僕たちと共通点作らない不透明すぎて入るのが怖い、ネタサロン。ざるだ